おはようございます。ソーシャルクリエイティブクラスの講師のバームの宇田川です。社会の課題をクリエイティブの力で解決していくことを学ぶこのクラスでは、3つの力をつけることができます。1つは、社会の課題を見据えてその本質をがっしりつかむこと、2つ目はアイデアを生み出す力、3つ目はグループで、アイデアをブラッシュアップしていってプレゼンテーションにまで持っていく力です。クラスの中では前町づくりをテーマに世界中の事例を学びながら町の課題をクリエイティブに解決していく方法を座学とグループでのグループセッションを通してプレゼンテーションにまで一つのアイデアを作り上げていく形で進めていきます。町の課題を解決していきたい、もしくは町づくりに興味がある方、あとはクリエイティビティって何だろうと、そういうところに興味がある方、仕事の中でアイデアを生み出す力をつけていきたい、そういう方におすすめのクラスになっています。それでは教室でお会いしましょう。